メールアドレスは 797-FM 技能案。com また FM 技能案ではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM 技能案のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ YouTube チャンネル登録お願いします。 またサイマル放送も行っておりますスマホで聞く場合アプリリスラジカマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので皆様のご視聴しやすい環境に合わせて皆番組に参加してくださいねはいオレンジカフェ始まりました、はいはい、沖縄にいるのになぜか収録なんです,です、ね、<laughs> 残念ですって感じですあ確かに、はい、スタジオからね生放送ができたら一番、はいはい 良かったです,す,す。そうなんです。<laughs> はい、でも今日は仕方がないので、諦めて、あの収録をしにやってまいりました。この放送がじゃあ流れてる頃は。何をちなみにしてるんですか、はいはいああの。市町村からお願いされた勉強会の研修をやってる。時間になります。あ、なるほど。はい、結構で、ね、いろんな市町村から集まるんそ、はい。そうです。あ,あの。 明日にある分はですねいろんな市町村とか、うん、あとは福岡とか佐賀とか大分とか<ー>あと都とか岩手県大船渡もズームで参加するんですけど、うんはい、それが終わった後の日にちはですね、うん、各あの市町村からオーダーが出てるところが何件かあるので<ー>3件ぐらいあるので、はい、そこを回りながらっていうことになります。は今回はじゃあもうその他にもいろいろそういう研修が詰まりっぱなし。はい、はい そんなその隙間でまた置いてきた仕事を持ってきてるので、はい、それもしながらみたいな感じです。あ,あそうなんですね。はい、大丈夫です。はい, <laughs> はいありがとうございます。<laughs> いやいやあの久しぶりにスタジオに来たら、はいうん、あのお隣のですね建物の、はい、琉球大学病院ができているのがすごいなと思って。すごいですよね。完成はいつぐらいなんですか。ええ二千二十六年にはもう。うん 多分あの正式にもう完全に移動みたいな出来上がるのは二十五年のちょっと後とかかなもう少しなんですそうですねでもだいぶそうですよね久しぶりに来た人からしたらあの何ですか前に見た時からだいぶそうですそうです前来た時は山しかなかったんですけど砂の山がポコポコあってあれいつもなんか建物が建っているみたいな感じになっててそれからしたらだいぶもう 大きな建物が急に現れた感じ。そうなんですよ。でもね、あ、ま、の、うん、真ん中というか、こんなところにあると、皆さんにとってはいい病になるでしょうね。はい、そうですね。うん、なんか交通のアクセスとか、っていうのは。はい すごい便利になるのかなって思います。良かったですよね。病院ってこれからなかなかね立てるって言ったも難しいなか立ってるってすごいなと思って終りました。はい、そんな感じですが、あの今日はマナミに私が質問していきたいんですが、いいですはい、お願いします。あの今ずっと活動してきた分のあのありましたよね。はい。どんな感じで今進んでるか教えてもらえると助かります。はい、あ、ありがとうございます。番組です。 <laughs> <laughs> このチーズモブっていう,、はい、う生理用品を集めてそういう必要としだろうその生理用品を配ってる施設とか団体というかに渡してって感じなんですけど,、うん、ど今のところ、はい、まあ浦添もともと、まあ、私浦添出身っていうのもあって、はい、浦添の,、はい、そのハーモニーセンターっていうところにまず渡してたんですけど、うん、でそこからまあ浦添には もちろん社協でもそういうこの困窮世帯の方たちにいろいろ支援物資配ったりしてるっていうのもあって浦添の社協さんにもちょこちょこ届けていて、はい、で最近はあの、うん、またいろんなラジオとかのつながりで茶炭、うん、の,の社協さんにもこの生理用品を この前ちょうど渡したばっかり。あ、そうなんですね。なるほど。もうあのマナミンの活動を見てるからですね。あの気になるんですよ。お得効果とかいろんなところでもトイレの中によくカードが置いてあって、でこのカードが必要な人は引き換えにっていう風になってました。多分やってる中でいろんな人がもらえると思って来る人もいるのかもしれなくてそういう風になったのかなって思いながらなんですけど、そう裏衬のもと私が。 最初に知ったところも、うん、このカード形式でうん、うん、なんかいろいろこのホールとか会議室とかある施設なんですけど、はいうん、その受付のところにミモザカードっていうのが置いてあってあな,るほどなんかそのカードをその受付に提示したらもらえるよみたいな仕組みらしいんですけどなんか最初の頃は、はい、あの子供たちっていう感じはしなかったんですけどどこかに行った時に子供、はい 子どもたちに向かっっててのメッセージがあってやっぱり中学生とか高校生とかでそういうナプキンをあの必要な子があったらっていうからやっぱなかなかそういうのが子どもたちに伝えるっていうことが親がみんな忙しくてできなくなったのかどうなのかななんて思いながらですね思っていたんですけど。 まあ、あのどんどん世の中がですね、はい、変わっていってるんだろうと思うんですけどね私もなんか子どもたちはなんか学校には結構大きな企業からまとめて支援があるんだよみたいな話を一回聞いたんですよ。でこの学校にね通ってない通ってないというか、うん、その大人の働いてるけど、はい、そういう,もう稼ぎがとても少なくてとかっていう人たちの、ね。うんうん ためにそういう、うん、施設で配ってたりするよっていう話を聞いたんですけどこの前どっかでなんだろうそういうフードドライブみたいなのをやってるところに生理用品持ってった時に、うん、そのボランティアしてる高校生の子がなんか学校にも置いたらもっといいと思いますみたいなのを言われて学校もやっぱまちまちやってるところとやってないところが。 あるみたいな話を聞いて。あ、そうなんだみたいな、なんか。そう,ね、そう、学校はなんか。うん、ね、そうやって。結構行政とか。から。支援が。もう行き届いてる。ものだと。うんうん うん、思ってたま,まあもしかしたらそうなのかもしれないですけどうん、うん、それがまあ見える形になってないところもあるのかな,な、ね、みたいな。多分今の話を聞いてると、はい、中学校までは義務教育だから市町村の管轄なんですね。うんはい、で高校に行くとあの今度あの えっと、県のの管轄になるのでもだからねえ高校生とかでもねそういう子どもたちもやっぱりいるし、うん、今クローズアップされてきてる子どもたちがこうあの親の病気の面倒を見てる子たちもいっぱいいるっていう、うん、すごいこう、はい、なんていうのかな昔はこう隠れてたことが表に出てくる中で、うん、やっぱりその貧困っていう意味合いがですね、うん、あのお金の、ね 貧困っってていいううのとは変わってきたよななすだから心の貧困とお金の貧困って考えたら、はい、やっぱりこうあの心の貧困っていう方がすごい大変なような気がしてて、はいうん、でもなんか自分のことを分かってくれる人がいるって思うだけで、はいい、うん、から逆にそういったナプキンとかをもらうことで、うん、自分が分かってくれてくれる人がいるって思ってくれるといいなとか思ったりします。うん そうですよね、うん、そうなんだ、うん、まあ、なみそれ以外何の活動いますか、はい、え、何の活動 <laughs> どんどん聞きますよ <laughs> あでもこのそれこそチーズモブであの三月ちょっと遡るんですけど三、うんはい、月くらいには一回文房具を集めたんですよ、はい、あ、あすごいすごい、はい、でうん、うん、なんで文房具を集めたかっていうと、うんはい、その生理用品を持ってってるところ、うん、なんだろう イベントこのフードドライブとか、はい、なんかいろんなのをやるところでなんか今度そういうフードじゃなくてステーショナリードライブをやろうと思ってるんですみたいなことをその話してくれて担当の人がうん、うん、でそしたら「ああじゃあ文具も集めるのもいいですね」みたいな話にそこでなって。うんうんはい でじゃあ文具集めようって言ってでまあ FM ギノワンのこの地域支援部があるじゃないですか FM ギノワンの地域支援部とじゃあちょっとなんかコラボみたいな感じでやったらうん、うん、あのよりラジオでもすごいねうん、うん、たくさん知ってもらえるなと思ったので、うんうん、な,なんかそんな感じであのコラボみたいな形でやったら結構このまた文房具も集まってどんなの文房具の中でも集めたんですか文房具そうなんか結構この 寄付してくださる方もなんかどの年代向けですかとかいう言葉をよく言われたんですけどやっぱりそのイベントに来てたのは割とまあ小学生中学生とかでまあボランティアしてる子の中には高校生がいたりとかっていう感じだったのでまあ私のイメージとしてはそういうちょっと小中学生向けのまあ鉛筆消しゴムとか。 かな,ーみたいなあとクレヨンとかって感じだったんですけどうん、うん、結構集まったものは、うん、すごいはさみとか<ー> <laughs> なんかいろいろありましたなんかのりはさみ、うん、あとなん折り紙とかなんかそう<ー>めっちゃいろんなのがなはい鉛筆削りもあ大事ですよ筆削れないと削れないからです、ね、<laughs> そうですよねだから何気にでも鉛筆削りとかってね,、うん、ねやっぱ買うと高いしうん,う,んうん。う っ,っていうところもあってすごい本当になんかいろんなものが集まって。うんへ 本当にね文房具って言ったらね幅広いですからねでもなんか家を見るといろんなものがあるみたいなのがあってでも鉛筆って昔はみんな鉛筆だったけど今の子とシャーペンかだからそうですよねだからでも鉛筆って大大事事でですすよか私もなんかもうどちらかというと今ボールペンシャーペンとかを使うことが多いのでなんかたまに鉛筆持つとすごい久しぶりな感じがするんですけど鉛筆使いますか 私のところのねデイサービスではみんな鉛筆使ったう鉛筆だとんかみんな使いやすいんだと思うんです力結構入れても折れないじゃないシャーペンってバキッとバキッと折れちゃうから意外と鉛筆って力入れても平気になると握りやすいんじゃないかなそんなんでしてるかなって思うし。 あの子として遊びましたけどね。 懐かしいですね確かに私も何か転がして何か作ってました自分で何て言うんですかこの「123456」って書いてやってました私なんか介護福祉士の試験受ける時ニーあのマイクシートでしょだんだんもう分からなくなったらコロ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 ってやってたんですそしたら何年か前の誰か受ける子見たら鉛筆を転がさなってあ いけなかったのかって今ぐらいそう音がすごいからですね。かかも <laughs> でもそんなことやったりとか、えー、でもね、うん、文具って結構みんな好きなん好きですよね、はい。そうですね。そう私も個人的にあのうん、うん、付箋集めたりとか、やっぱ文具好きなので。うんうん。 なんかすごい今回こう集めていく中でなんかすごいちょっとあ,うん、うん、あこんなのもあるんだみたいな個人的にワクワクもしましたうん、うん、そうですよね、うん、大事だと思うよね<ー>よかったよね、うん、でもそんなのが続けていけるとまたいいですね,ですねそうなんかおかげさまで、うん、あの、うん、一旦この新入学新学期に合わせてその3月で集めて4月にうん、うん、その イベントに出すよっていう流れでやってたんですけど、うんうん、その後も結構くれる方が多くて、えー、なんか5月6月とかくらいまでちょっとうん、うん。 ちょこちょこ私に行って私に行ってってやって最近もまたまだ文具集めてますかみたいな<ー>なんか生理用品よりどちらかというとあの文具の方がみんな出しやすいのかもしれないね,、はい、ねもしかしたら、ねはい、引き出しに絶対鉛筆を五六本ぐらい転がってますからね,ね探せば多分出てきますからね面白いですねわかりましたじゃあちょっと CM を入れていただいていいでしょうか、はいはい、じゃあ CM です全国各地の若年認知症家族と 支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。零三六三八零零一六六全国若年認知症協議会。おばあちゃん、膝痛体の大丈夫?うん。お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。だからいつも笑顔なんだ。うんうん、あんたも自分の好きなことした方がいいよ。 何歳になっても可能性を持ち続ける社会にウェルビーイングな日常を生み出す人企業を育むトラピ NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの活動をサポートする地域活動の応援団です認知症の人と走るなんとも B オレンジという街づくり基金の女性活動など地域の中に安心と信頼を認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんかはい、今日のオレンジカフェ 沖縄にいるのになぜか収録というこの状況ですが今文房具について熱く語っていきましたでも文房具って意外と歴史をたどるとみんなその世代によって違う流行ったものが違うから面白いんじゃないかなと思っていて。 結構うちに来ているおばあちゃんたちとかは、はい、その短くだからこう昔こうソケットみたいなの,あ、ね、あ<ー>のがあってそういうのって分かるようなって何でそんなに長輪で使うんだみたいなそんな感じで使った時代だったり、はい、消しゴムも違いますよね昔の消しゴム砂消しとか知ってます砂消し、うん、あの結構 ざら、ざらだ。消すとですね。でも、なんか消えづらいものが消える。よくあれで消したら、紙まで破れちゃう。なんかわかるかもしれないです。なんか私も学童を通ってたので、学童に割と、なんかそういう、もういろんな。なるほど。なんか文具があって、その中に、なんか、たまに消しにくい、消しゴム。あの、それこそ、本当にノートまで。じゃ、おけちゃって。調子が、それが砂消し君だったかもしれないですね。なんか、そういうのがあったりとか。 えー、本当にこの消しゴムもですね。はい、今の子供たちっていうのみんなそう書か,からないですけど、うん、消し方も違いうしい、私たちこう消し方ちょ,ちょっとずつこうやって消してたり、<laughs> はい、今の子って大体こうやって切るんですね。えー、消しゴムとかも使わないのかなと思って、ねね、消し方がもしかしたらね、なんか本当にわからないというか、本当にねと思って,て、ね、そうですね。でも今ボールペンでさえあれじゃないですか。あの削ったりするのがあるじゃないですか。ありますあります。あれあれちょうど私。 小学校、うん、中学校くらいの時に。 結構で出てきてでなんかまあでもあれ使うなみたいな先生たちはそうそうそうあれ使うとですねあのなんていうのかな熱くなったりとかして消えちゃうんですよねあのよく寒熱のあのレシートと同じような感じですよねそうなんですね記録がなくなるってことじゃなかなと思うんですけどそうですよねでも本当なんか文房具ってこれからも集めることができたらねまた届いたりするしねいいと思う文房具絶対必要なんだよねねだから そういういなんかねそれこそ新学期とかそういう時期にまたやるのもいいのかなってちょっと思ったり、うん、やっぱそういう時にたくさんある中から自分の欲しいものを何本か選ぶってまたワクワククししていいいかももれなで私ちょっと気になったのがやっぱこうやって実際みんなこうやってくれるじゃないですかすごいたくさんの方が。でやっぱ実際その 会場で並べても、うんうん、なんだろう、日本人ってなんか、取っていいのかな、みたいなのが、やっぱあるじゃないですか。な,な,なんか、それで、なかなか、取らなかった。 たりするのかなととかもちょっと思っ思たんですよなるほどなるほど。なんかあのー、なんていうのお好きなだけって書くとなくなっちゃうので、うん、<laughs> そうじゃなくて「お一人様何本かぎり」って、はい、書いてあげると取りやすいかもしれないなるほどうーんねうんで「あるだけです」みたいなこと書いておくとあじゃここにあるだけなんだって思ってくれるから、はい、なんか結構フードドライブとかでもこれはご家庭につき一個一人何本ですって書いてあって貼ってあったりするみたいな。 ないとなんか取っていいのかなもらっていいのかな、うん、どうなのかなって悩むっていうのがあるのかもしれないよね。うんうんうん、ですよね。うん、だからなかなか、ね、この最初の一歩はうん、うんね、踏み出すのがねそういうのあるかもしれないですね。でももそういういのも、ね、全然気兼ねなくうんうん、うん ね、多分そのイベント自体もどちらかというとすごい野菜とかもあったんですよ。うん、野菜とかもなんか無料で想ぞみたいなの。文具の横に置いてくれてたんですけど。でも、そういうのって大事かもね。うん、本当に、あの、なんていうかな。 あのなんていうか昨日もなんかネットで読むとシングルの方とか、うん、やっぱ大変って書いてて、うん、1>, で1人だったらいいけど3人も4人もいると、はい、やっぱご飯食べさせる方に行くから、うん、どうしてもそこまで手が回らないんですよって書いてあるで。うんうん だから本当にこう日本の貧困っていうのはどういう表現でこれからいくのかなって思ったりしてね昔の方がたくさん子供がいてもなんかわさわさしててもなんかそういうのなかったような気がしてああでも確かにね、うん今って 子供多分少ない方じゃないですか。進んでなかったですね。大丈夫ですはい大丈夫はいはいだからそういうの考えるとやっぱ昔のところって。 なんかこうわさわさしてたけどなぜかあったてががような気がな気する一、うん、人なんか怒られて外に出て「怒られてるね」って言いながら、はい、ち近所のパターが声かけて今絶対声かけませんからね、うん、かけたら自分が悪い人になるから <laughs> か、うん、みんな声かけないでしょ、うん、そういうふうに考えるとよその子もみんな怒るみたいな、はい、あったりするんですけどね<ー>だからそういう世の中だったんだけど、うん、どこからかそうじゃなくなってきたっていうのがあって、うん、やっぱそういうのがいろんな意味でこう。 全部にこうかかってきてるのかなって思ったりしてて、そうなんです。でいつもあのちょっと話が変わるんですけど、いつもねあのメッセージくださる方がいてあの男性のメールでそうです。メールであの一瞬もお母さんメ目を見てるって言ってこられて、今日はあの収録だからもらっても答えられないのであの無理しないで暑いけどあのねあのボチボチとっていうことでやっていただきたいなって思うし。 やっぱそのお母さんの面倒を見れるってすごいことだと思うし今大変かもしれないけど絶対将来何かの形で自分に返ってくるので。うんはい 無理せずやってほしいなっていうのをね思ったりしますんかね毎回こうだくとねどんどんなんかどうしてんのかななて思ったりし気になってそうなんですよでも一人来ないからもう一人メールかな何かだく人がお一人増えてへえ皆さんじゃやっぱり悩まれてそうなんですよでもそうやって言ってくださる人がいるっていうのは幸せだななんて思いながらですねそれが面白いなと思ってキャッチボールしてるなって思ってて。 そんなふうに思ったりしました。はいはいもうマナミに最後にまた聞きたいことがあるんですが、はい、マナビンのそのあのクラブち、はい、チーツモクラブの、はい、今後の展望について,てあい今後の展望はいはい、はい、なんかこれはめっちゃまだ考えている段階、うん、な頭の中で浮かんでる段階なんですけどうん、うん、今度はなんかあの例えばランドセルを送るためになんかみんなで基金みたいな のがチーツもでできたらいいなって思ってます。なるほどね。いいですよね。ね、やっぱりそういったランドセルを逆に買ってね寄付してくれる人もいてもいいだろうしね。うんランドセルって日本の文化ですからね。よそにいてもないんです。そうなかなかないです。あれ外国の人買って帰るんだって。えお土産みたいな感じですか。変わってるって言って言ってました。昔赤と黒しかなかったんのにね。今から来る。はい。 でででもいいすすねね、うん、そう言ってランドセルです、ね、多分1個をね 1>,、うん、1人で買うのはなかなかやっぱ高額だったりするじゃないですかだからなんかそういうちょっと資金集めじゃないですけどそんな感じで、まあ、みんなでこう集めたお金で、うん、例えばランドセル1つ2つとか買って届けまし みたたいななのができら、ねうん、なんかそれがあのサンタクロースじゃないけど、はい、クリスマスとコラボするのもったい,いねいいですね、うん、サンタクロースがランドセル持ってきてたたな <laughs> <laughs> そんな企画もあってもいいかもしれない,、ね、いですね。 ぜひぜひそういうの頑張っていただきたいなと思ったりしまますす、うん、はい、はいありがとうございます、はい、こんな感じで多分時間になってくるんじゃないかなと思うのですがです、ねはい、今度はぜひあの <laughs> ズームでですが出れたらいいなというふうに思っていますのではい、はい、そうですね,ね、うん、また生放送の時に、ねはい、このいつもメールくださる方も。はい、はいはい いた,いただければと思います。本当に泣きの涙で。<laughs> <laughs> おきらりのいのずか収録ってことで、今日はさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、どうも。